は、はい、あの釣りチャンネルで釣ってきたニジマス、はい、あの綺麗よ綺麗よ、黄金イクラがねブリュルルルル、ちょっとそこ動画差し込んどって、ブリュルルルルル、ほらほらほらイクラが、ほら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 イクラがイクラな、今のほら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 なんで出てきてるけん、それを食べたんだけど、まあ、今回は本体ですね、この魚の方ニジマスです、はい、缶釣りで釣ったニジマス、あーでもしっかりしとんね、えらしっかりしとんね、これハサミで切った方がいいのかな、そう、あいいんじゃない、まあまあ切るか、これを業務用フライヤー、キッチンカーのフライヤーで丸揚げにして、でさらにね唐揚げのタレをね通販で発売しようという目論見があって、試作品のタレがあるけん、うん、うちしろ味見千枚やったけん、あのかけてやろうかなと、なるほど、そうそうっていう感じです、はい、はい、いつもあの天ぷら粉でカリカリに揚げて、うん、あんかけをかけて食ってめっちゃくちゃ美味しいじゃん、うん、ただそれをするにはちょっとニジマスがでかすぎるっていうのもあったりして、まあ、天ぷらでカリカリに揚げて唐揚げのタレやったらどうなるんだろうというやつですね、はい、じゃあ家でもあの唐揚げを再現して、そう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 、みんな再現、ただね、まあ、もちろんそのタレもめちゃくちゃ美味しいんだけど、うん、やっぱ結局さ業務用フライヤーで揚げるやつがさ、うん、カリッカリになるけ、うん、あれをどう家でやるかよね、うん、確かに、ね、家でもう完全再現はできんけど、でも味付けだけは再現できる、あの米粉とね、あれの割合も、そう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 、粉の割合もあるけ、やっぱお店にも来てほしいけ、お店のも味わってほしいけど、まあ家でもまあほぼ同じ味を味わえるかなっていうことですわ、ですわ、なるほど、ふるさとの銭、それありがたいね、だってほら遠くの人が行きたいけどなかなか行けないという人がいっぱいいるからさ、そう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 、あ普通にタレを出してほしいっていうコメントいっぱいあったけど、まあそれきっかけで、はい、とりあえず拭きました、こんな感じですね、じゃあ業務用フライヤー、キッチンカーの油をたぎちょらかしていきましょう、たぎちょらかしましょう、はい、それでは、はい、油をたぎらかしますが、はい、ちょっとね、あのお客さんに出す油でやったら魚の匂いとか映ったら嫌やけん、廃油を用意しました、はい、あのもう捨てる予定やったキッチンカーの廃油であげます、はい、いきましょう、ちょっと ここね、あの今から掃除する、今日掃除する予定やったけどどうせこれやるけんってまだ掃除前です、はい、ちょっとね、いつもはもっとピッカピカ綺麗にこうちゃんがしてくれとんさっけん、でこれ業務用フライヤー、はい、はい、フライヤー、あったまうった、あ、それでいくらで200円、頭打ったって言ったけん、いくらで打ったとかなと思って、もうキレッキレじゃないですか、ごめん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 、私、電話がかかってきました、はい、はい、ちなみに前回がイベントの時出したけ、いつも以上にやっぱ汚れてるけ、うん、500食ぐらいおかげさまで売れたけん、前回、あ、タレに食べる、おあ、よかったよかった、あーもうちょい、何度にしようか、180度かな、180度、おいね、今190度になっとです、2度揚げ、2度揚げ、じゃあ170とか、特に大きい剣が本当に2度揚げ、そうね、ちょっと時間入れた方がいいのかな、170からの190とかね、よし、160度で設定しときます、はい、ということで、ちょっとあの今干物を作りよった別動画でお楽しみください、はい、で、天ぷら粉が届いたので、あ、じゃあ作ろう、天ぷら粉を作っていきましょう、あ、それやね、カリッカリに千杯かもね、最近ちょっとドリッドリドルドルドル、そうそう、水分少なめのドロドロにせんという感じだね、天ぷら粉、これ全部いっていい、うぅ、全部いっていいと思う、ドドドドド、いいね、ドドドドド、さあ、衣に本出汁とか入れよった、入れよった、醤油とかも入れよった、長い時間するに焦げるかな、醤油入れたらね、でも一応その時は醤油しよってる、あ、でも本当ちょっとよね、なんか色付けみたいなイメージで本出汁はなんか入れた、ほんと、水油だれ、ジンカー特製ダレ、ちょっと販売しようと思って飲んでる、あーいいねやろ、でね、こうちゃんこれあれやろ、うん、同じ分量で作っても工場で作るとちょっと味が変わったりするけ、 そうそうそう、それをちょっと分量を変えて
工場で大量生産してもあの味と一緒になるように研究中です。へえ、なんか変わるらしい味の大量生産で、ね、試作第1号。そう、試作第1号。へえ、はい、あー美味しい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 、甘いね、甘だれやけんね。うん、あ、ニンニクも少量入れるけどね。ですよね、なんかうまっ、うん、切っちゃう、これうまい、これでいいよもう。マジこれで試作成功。何なんだろう、うん、めっちゃいいと思う。はい、シェイ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 、これがちょっとカリッとなるっていうか、なんか色付けのイメージやったかな。じゃあ持って行って揚げてみましょうか。はい、やってみましょう。先生、いいですか、行きましょう。じゃあ先生、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。1本ください。1本、5000円です。安っ。もう開いてると、バイトバイト、キャムネシ、よし。じゃあ、まんべんなく衣をつけていきますよ。はい、うわーすごいね。おー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 、やっぱ冷凍した分、身が綺麗なピンクとはいかんやったね。うん、つきましたぞよ。二度揚げするけんね。つきましたぞよ。いいね。おお、それをいく、よこ、うん、はい、うわー豪快。全部一度にいけそうね、こんだけでかいと ね、うん、いきますよ。はい、どこどこどこ、手前手前手前、ここ、あ、そうそうね、そうね、入った。はい、じゃあ4分スタート。はい、でかいのが最初にいいやつね。非常に申し訳ないけど、トイレ行ってくる。めっちゃ腹、一番いいとこやけど、めっちゃ腹痛い。いらっしゃい。ひっついてね、下に。あ、大丈夫大丈夫。うわー、すごい重ね、よし、ほら。おぉ。腕、カバーって開いてきたもん、なんかが。ほんとや。重そうね。重い。油吸ってさらになんか重くなるよ。一回揚げてもいいんじゃないかなとは。じゃあ最初に入れたやつから揚げていこうかな。うん、こいつかな。で、余熱をしっかり取れば、基本余熱の方が大事だよね。うん、うわ、無理しない。ああ、いいよいいよ。おいしょー、わっ、いいねー、いいですね、いいですね。いいよ、キム。でしょ、うん、余熱で多分ね、あ、尻尾も折れた。あ、お酒だ、尻尾の。あはははは。ということは結構中まで骨まで。ほら尻尾。尻尾。尻尾うまそうね。うまそう。その身見て、身どんな感じ？あ、いい感じ。あ、いいよいいよ。いきますよ、2回目。はーい。カリンカリン。うわ、いいね。2回目何分ぐらいあげる？何分ぐらいがいいんだろう。色で判断する。色でコーティング線、コーティングするか、ね、コーティングするか。シャボンティー諸島で働いてる。おぉ、あら、レイリー魚人島じゃなくて、あ、魚人島か、魚人島に行くと、コーティング線。どう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 、もう上げる、これどう、もっと行こうぜ、もっと行こう。ガリンガリンなるね。ガリンガリンにしたい。あ、大丈夫、一旦ここで。あ、一旦。うわ、きょー、きょー、すごい。あ、いいね、立てると。おお、ほら、すごい、すごい。あ、これうまそうね。これいいよ。はい、かけてください。うわ、あ、そうね、立てたら全体にいくわ、たぶん。あ、熱いよ。うなんかすげえいい匂いだしよ。いくよ。うーわー、うわ、いいね。かけた、かけたよ、かけた。うん、うわ、すごいね。ほら、いい音。で、ガスロモト線を閉める。はい、頭食わんね、これ。うん、わからんよ。カタカロ。はい、閉めまーす。はい、オッケー、完成。イエーイ、じゃあ食べていきましょう。イエーイ、はい、
よし、どれがよかね。このちゃんは一番太かつかね。いやいや、細かくてやさいよ。うわ豪快すぎやろ。うーい、大ヒット。ちょっと畑くんも食っていって。ちょっと俺ダイエット中やけん。唐揚げのカレーあんかけ、もしかして。そうそう、お願いしよう。あ、うわこれをこうして。うーめっちゃ美味しい。いただきます。じゃあ俺もいただきます。通ってんね。うん、うまい。いただきます。いただきます。まだ誰いるこんな。全然足りる。あ、何これか。全然タレがいる。いただきます。じゃあ俺もいただきます。うまい。うん、皮食いたい。あ、うまい。うん、タレべっちょりがうまい。うん、確かに。確かにこれ、さ、おいだれしてよか。うん、中がやろ。イカの置き付けとか。あ、絶対うまい。確かに。あれ、置き付けって本当にただの醤油やけどさ、甘だれやけんさ、甘だれで置き付けして天ぷらとかにしたら絶対うまいね。置き付け、あれ、正直さ、あの、なんだっけ、あのホタルイカの置き付けみたいな感じで、ああいう、酒のつまみみたいな食べ物になるや。でも甘だれやったらそのまま焼いてもよし、揚げてもよし。うまい、ね、うまい。ということで、はい、丸揚げにじましました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今までもう買えなくなってたグッズ、復刻版で出すことになりました。これはもう5年ぐらい前、これは前回の、これが一番好評だった。でこれもめっちゃ好評だった。でもう買えなかったんですけど、また復刻版で買えるようになってるんで、はい、ぜひ下のリンクから買ってください。これは売り物じゃありません。はい。さようなら。ありがとうございます。